はい、皆さんこんにちは。盆栽推奨の松江です。今回も、視聴者さんからのご質問に答えるというコーナーです。SSAAAPO さん、いつも楽しみにしています。大変参考になりました。盆栽を始めて2年近く、用土を乾かす、乾く環境というか、そういったことの大切さを、痛感しています。特に五葉松、ヒノキの類は本当に水やりが難しく思っています。すぐに機嫌が悪くなります。水がというよりも、湿った状態が嫌いな樹種は他にもあるんでしょうか、というふうなことですね。湿った状態が、嫌いというよりは、どんな、木でもそうですけど、やっぱり湿ってる状態っていうのは、水分がある状態ですから、それはもちろん大切なことでね、そういう状態もないとはダメなんですけども、やはり問題は水はけなんですよね。ですから、鉢の非常にこう浅い鉢に入れてあった場合っていうのは、穴がね、そこから水は抜けていくっていうふうなことなんですけども、そこの方が広い鉢っていうのは、水がもう表面張力っていうのが、こうそこの方が広いものっていうのを働いてね、水が簡単に抜けていかないんですよね。だから鉢を斜めにして、こうちょっと角度をつけてあげて、水がある程度こう強制的にね、排水していくというふうな感じの環境を作ることによって、新しい空気も入るというふうな、でそして余分な水が抜けていくから用土が乾くというふうな環境ですね。だから、やっぱりその乾く環境というふうなものが、非常に大切になってくると思いますね。ですから、常に湿った環境っていうのがやっぱり良くないっていうだけで、湿ってたっぷり水をかけて乾く、人間でもご飯を食べて、毎回言ってますけどね、人間でもご飯を食べてからお腹が空いて、運動してお腹が空いてご飯を食べると調子がいいですけど、ずっとやっぱり部屋の中にいて、なんか今日は何にも食べたくないなとか、じゃあもうポテトチップスだけでいいやとかいうふうな環境を続けているっていうふうな感じの状態になると、やっぱり良くないですよね。やっぱりしっかりお腹が空いてちゃんとご飯を食べるというふうな環境ですね。そういう環境に、あれば雑木でも、黒松でも五葉松でもね、雑木、黒松とか小白類と、雑木盆栽っていうのか、もみじとかね、そういったものの大きな違いっていうのは、雑木っていうのはすぐにやっぱりその悲鳴を上げるんですよね。根っこにもやっぱりその体力とかそういったものが松に比べるとないですから、ですから、すぐにやっぱり葉っぱを落としたりとか、そういうふうな木の変化、ダメージとかそういったものが表に出やすい。でも五葉松とかそういったものっていうのは、葉っぱが黄色くなりだして、あれ、なんか色が抜けてきたなって言った時にはもうすでに枯れてるんですよね。だからその常日頃からやっぱりその木が、根っこがちゃんと動いてるのかどうかっていうのをきっちり確認するっていうふうなことがやっぱり必要なのであってね、あまりこうずっと湿ってる環境っていうのは、どんな盆栽でもあんまり良くないですからね。やっぱり乾いてからたっぷり水をかける、乾く環境っていうのはどういうふうにして作ってあげるのかっていうふうなことを毎日ね、考えてあげるっていうふうなことが大切になってくるのではないでしょうか。はい、今回は、そういうね、土の乾き具合、そういったものの関係性について、お答えしました。また分からないことがありましたら、コメント欄等でお書きください。ご視聴ありがとうございました。